武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は愛知教育大学の日本史の勉強について話していきたいと思います。日本史ですが、こちらも社会専攻かそれ以外かで、大きく変わりまして、大問4つで90分か、大問2つで60分かという形式になっています。で、大問2つの、場合ですが、その2つに関しては4つ解こうとも共通なんですが、割と資料や、写真、問題など、が結構出てきますので、資料だったり、資料でどっちでも資料集の方の資料もそうだし、歴史の史の方の資料もそうですね、もう両方やっておく必要があります。で、記述に関しては、記述論述に関してはですね、記述はそれなりに出ますが、記述自体は問題集普通にやってたら一問一答とかで各練習していれば十分対応できますのでいいんですが、論述に関しては、数十字程度の、ものは出ますので、こちらは論述性の問題集やるというほどではないですが、記述である程度回答を書けるようには練習しておいた方がいいでしょう。で、参考書のレベル的には、基礎的なものが、しっかりできていればってところなので、センターまでしっかりちゃんとやっている人であれば、先ほど言った資料だったり、あとは年号だったり、ですね、こういった部分の対策さえできていれば、問題集などをマージレベルなどのものをやらなくても、しっかり対応はできるかなと思います。ただですね、大問4つ形式で受ける場合には長い論述が出てきますので、こちら対応で論述性の参考書をやっておいた方がいいでしょう。400字を超えるようなものが、出てきますので、論述性の対策をしてないとちょっと厳しいかなというふうには思います。で、聞いてくる知識そのものが、マニアックなものとか、出ることもありますが、合格点取るのに必要なものに関しては基礎の、教科書内容がちゃんと一通り頭に入っているかっていうところになってきますので、ただその用語だけ覚えればっていうよりは、いろんなものが使いこなせないとっていう形になりますので、先ほど言ったような、資料集だったり、というものをちゃんと使って、対策ができるように心がけておきましょう。以上が、日本史の勉強となります。